シャープは三重県多気町にある三重工場でマスクの生産を開始したと発表しました先月に政府の方針を受け工場のクリーンルームでマスクの生産ができるよう準備を進めていました当初は1日15万枚を生産し1日50万枚への増産を目指します生産されたマスクの出荷は今月下旬を予定していて販売価格は未定です 政府への納入を優先しその後、シャープの販売サイトでも購入できるようにするとしています。